毎回書店の担当おすすめの鉄道グッズをご紹介する鉄の一品。今回は宇都宮ライトレールグッズでございます。こんばんは、書店の広瀬です。先日5月下旬に宇都宮に新設された LRT 次世代型路面電車システムの車両ライトラインが披露されました。こちらが、そのお披露目式の様子です。デザインも洗練されていて、車内の様子を見てもとても快適そうで、まさに次世代型と呼ぶのにふさわしいです。この LRT とはライトレールトランジットの略称で、従来の路面電車とは違い、高いデザイン性を備え、騒音や振動が少なく快適な乗り心地を提供してくれます。また低床式車両の活用により、停留所では段差のない乗り降りができ、人や環境に優しい次世代の交通システムです。ではこの車両がどこを走るのかというと、こちら宇都宮駅東口と芳賀高根沢工業団地の15キロほどを約40分ほどで、つなぐ路線となっています。また途中には人が大勢集まる場所や学校などが停留所として設けられ、さらに主要5箇所の乗り場にはトランジットセンターとして、 LRT とバスや地域内交通、自転車などのさまざまな交通手段をつないでくれる、とても便利なものとなっています。こんな魅力的な路線ですが、開業は2023年3月を予定しており、現在着々とその準備が進んでいます。とまだ開業前なんですが、今回車両のお披露目に合わせ、宇都宮ライトレールさんでグッズを発売いたしましたので、ご紹介いたします。まずはこちら、クリアファイルです。3種類ありまして、こちら車両デザイン同様、とてもおしゃれなものとなっています。続きましてキーホルダーです。シンプルなデザインが何にでも合わせやすいですね。はい、こちらが、ミニタオルとなっています。可愛らしいデザインとシックなデザインの2種類がございます。こちらが、マスクケースです。色使いがとても綺麗で素敵な一品ですね。こちらがマウスパッドです。車内のデザインや停留所のデザイン、そしてなんとこちらには車両製造風景がデザインされている、とても面白い一品です。こちらが下敷きです。こちらなんと施設工事写真がデザインされており、まさに今だからこそできる一品です。最後にこちらトートバッグです。トートバッグは、3種類ございまして、こちら、シンプルなんだけれども、とてもおしゃれで普段使いにぴったりの一品です。今回は新車のお披露目に合わせて発売されたグッズをご紹介してまいりました。2023年の開業に向けて、この先も書店は宇都宮ライトレールに注目していきますので、また何かご紹介できたらと思います。本日ご紹介した商品は、書店グランデ6階、書店ブックタワー5階の鉄道コーナーにて、2021年7月31日までフェアにて取り扱い中です。通販ページは宇都宮ライトレールさんの方にて行っておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それでは動画をご覧いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。